ドブジルドブジルとは、茨城県から福島県南部の太平洋沿岸地域に伝わる漁師料理で暗光鍋の一つである。まだ暗光が食材として一般的に知られていなかった当時、茨城県北部の漁師たちが戦場で食べた暗光鍋が始まりである。水を全く使わず、大根などの野菜や味噌と鍋を持ち込むだけで作れることが戦場での調理に好都合で、何より、 栄養価が高かったため、貴重であった。名前の由来は、あんきもが溶け出して、汁が、ドブのように濁ることから、また、ドブには、すべてという意味があり、あんこうのすべてを入れることから、ドブ汁との説もある。本来は水を加えずに作る調理法が、ドブ汁と呼ばれていたが、工術するように現在では水を加えても溶けた、あんきもで、スープが濁る鍋なら、ドブ汁と呼ぶ。鍋に、 他の具材を入れる前に生のあん肝を入れて火を通す。肝をヘラで刻みながらオレンジ色になるまで溶かしペースト状にする。あんこうの実のほか、白菜、大根、ネギなどの野菜を大量に加える。あんこうの実は水分が非常に多く野菜と合わせて煮立てれば割り下や酒などを加えずとも十分な量のスープ溶かす。最後に味噌で味を整えて完成。 従来のドブ汁を作る場合は、生のあんこうを使用するため、新鮮なあんこを使用しなければならない。また、アンコウは、水分の出方や肝の油が、個体ごとに異なることから、慣れた人でなければ作れない。そのため、一回作るために20分以上つきっきりになり、大衆向けに用意することは困難である。そこで、大洗町を中心として、 できる限り多くの人に提供する形として改良されたレシピが用いられている。この現在のドブ汁では鍋で生のあんきもを炒めた後にあんこうの身や野菜を入れるほか、だしを加える。通常のあんこう鍋以上に汁が濁るほどあんきもの量が多いのが特徴で濃厚で深みのある味わいになる。水を加えないドブ汁は大洗町、日立市、北茨城市など 常磐沖に存在する、ごく一部の旅館や漁師たちの家庭などでしか食べる機会がなく、高価で幻の料理とまで言われている。ありがとうございます。